はいみなさんこんにちは、カイです。ちょっとね、今緊急で動画撮ってるんですけれども、こちら朝のニュースになるんですけれども、日経 CNBC が個人投資家にアンケートを取ったんですね。その内容が岸田政権支持しますかっていうアンケートなんですけれども、これがね、衝撃の結果になったということで、あの画像を貼っておきますけれども、支持すると答えた人がなんとわずかたったの3%ということで、 えー、こちらについてね、いろいろ説明していきたいと思うんですけれども、これね、動画が上がってるんですけど、これまで菅政権、安倍政権、トランプ政権などなど、えー、支持しますかっていう投資家への、もう同じようなアンケートを何回も取ってるんですけど、今回この岸田さんの支持率3%っていうのが、もう衝撃的な結果っていうのをね、アナウンサーの方も言ってるんで、 まあいいかににね今すごい状況になってるかとということなんですよねでなんで岸田政権こんなに支持率低いのかなーっていうのを考えた時にやっぱり金融所得課税の強化だったり自社株買いの規制だったりね金融所得課税の強化っていうのはあれですね今株式投資の利益って20%なんですけどそれをもうちょっとね30%にしたりとかそういう税金をね上げようという動きですね。岸田さんんが掲げててるののは新しいい資本主義っていうものなんで まあこれなんていうか社会主義に近い感じかなと思うんですけれどもこう、ね、株だけやっててもう買っててずるいみたいなね、えー、そういう富裕層に対しての風当たりを強化するということなんですけれども株価結構下がってるんで株価下がるとこれ知らない人も多いと思うんですけど我々の年金って実は GPIF っていう世界最大の年金機関が運用してるんですね。だから 日本の株価が下がるっていうことは、我々の年金が下がるっていうことなんですよ、シンプルに。はい。だから、富裕層をいじめてもあんまり意味ない。てか結局、平等に全員食らっちゃうんで、年金で GPIF が運用してるんで。 ままあそういうういいい話になっちゃいますよということととでですねねはいというここ、ね、まあこの動画では別に僕は岸田政権を批判したいわけでもないですし、まあ、僕はそのどっちでもないというかニュートラルなんでまあ、結局自分の身は自分で守らないといけないなと思ってるんですけれどもまあ、今日本株っていうところで見た時に、えー、世界的にね海外投資家とかから見た時にそういう日本のリーダーが株をやってる人に対して税金を強化したりっていうのはまあ、ちょっとやっぱねなかなか考えにくいことが起きていると。 いうことなんですよねあのトランプさんとかねめちゃめちゃ株価気にしてましたし。ということで、まあ、今投資家からの岸田さんの支持率が低いっていうところと。 株をやっているる人にに対して不利になるようなこととをやろううしてていいるっていうのは事実としてあるんでそういうことを知っておいた方がいいのかなと思いますだからこういう事実を踏まえた上で皆さんの投資戦略を立てるのに参考にしてもらえればなと思いますまあだから別に日本株やめろっていうそういう話ではもちろんないんですけど銘柄見極めていかないといけないなっていうところで日本株全部上がっていくっていうそういうフェーズにはやっぱちょっとなりにくいのかなと思いますね 国のやっぱ政策でねスタートアップを支持するとかしないとかね、まあ、そういうのもいろいろあると思うんでやっぱ国策に売りなしっていうぐらいなんで本当とにまあそういうところにね資金が入りやすかったりもするんでそういうやっぱ国の動きとかってウォッチする必要があるんですよね。 まあ、というところでね、えー、今、そういう状況になっておりますよということで、えー、皆さんの、ね、投資戦略を立てる際に参考にしていただければと思います。えー、なお、株をやってない世間の人からの支持率は約60%ということで、投資家からの支持率は異常に低いが、世間からの支持率は高い、それが岸田政権ということでございます。はいということでね、今後もこのような株のニュースがあれば取り上げていきたいと思いますので、気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。以上。